だ。前に来た時と全然違うぞ。父上の魔力ならば一夜にして城を築くのもたやすきこと。驚くほどのことはない。けど何の目的があって舞踏会なんて。ちょっと不気味だぜ。魔王の神魚は俗人の及ぶところではない。考えるだけ無駄じゃ。とか言ってただの気まぐれだったりして。へえ、あんたたちも参加するんだ。お前は魔人エトナ。この人が魔人エトナ。本当？嘘だ。え、じゃあこの人に負けたの？こんなとこで会うとはね。私たち案外縁があるんじゃない？縁などあるものか。あの日のこと世は忘れてはおらぬぞ。マジで？あんた結構根に持つタイプ？あの時はあの時、今は争う理由はないんだし、過去のことはさらりと水に流しといて。勝手なやつだね。で、お前は何しに来たんだ？まさか舞踏会に出場するつもりか？私が出場したら即正体がバレて舞踏会どころじゃなくなるじゃん。じゃあ何しに来たの？プリニーを出場させて優勝するの。でもって魔王ゼノンに近づいてぶっ殺す。どう？パーフェクトな計画でしょう。よろしくっす。とりあえず頑張ってみるつもりっす。どこがパーフェクトな計画なんだよ。こいつらじゃ頼りないだろ。そうなのよね。こいつらと当たったら負けてくんない？あ、アホか。父上を害するのが目的と知りながら世が負けてやると思うてか。まあまあ、そこんとこは持ちつ持たれつってことでね。ねじゃねえよ。じゃ、そういうことでよろしくね。行っちまった。いきなり波乱の予感じゃな。ようこそコロシアム。アクターレン、お前こんなとこで何してるんだ？俺様は舞踏会の司会者兼審判だ。つまりこのコロシアムにおける神。なんじゃと？超有名なダークヒーローアクターレ様にぜひとも司会を頼みたいと魔王ゼノンから直々の依頼があってな。人気者はつらいぜ。魔王ゼノンから直々に？どうも嘘くせえな。本当は何でもしますから雇ってって土下座して頼み込んだのよ、魔王ゼノンの手下に。テレビ中継が入るって噂もあるしね。なんとかテレビに出るために必死だなよ。だーっバラすなよディレクター。大人の世界の裏側をバラすなんて、子供たちが夢を失ったらどうする。いや、最初から誰もお前に対して夢も希望も持ってないと思う。何を？このコロシアムで俺様にそんな口を聞いていいと思ってるのか。ならば思い知らせてやろう。いきなり1回戦スタートだ。なんだ問答無用で1回戦かよ。言っただろう、このコロシアムでは俺様が神なのだ。どうしよう兄ちゃん。余計な手続きが省けて好都合だ。言うまでもないが全力で勝ちに行くぞ。
なんだか楽しそうじゃね。まことお主は戦闘オタクじゃね。バカ言うな。お前との約束を守るためじゃねえか。ま、口では何とでも言えるからね。その約束を見事果たして証明してみせよ。じゃあ、一回戦の相手が出てきたみたいだよ。お前たちの1回戦の相手を紹介しよう。その名も無敵勇者団の皆さんだ。へえ、無敵だって独裁。ゼノン様を倒しに来た別世界の勇者たちってとこでしょうかね。その通り、我らは魔王ゼノンを滅ぼすためにはるばるやってきた無敵勇者団。見よ、この完璧なる無敵装備を。無敵ソード、無敵アーマー、無敵シューズ。どうだこの無敵っぷり。いや、どうって言われてもな。なかなかの強敵っぽいですよ。アデルさん、どう戦うつもりですか。無敵だろうと勇者だろうと関係ない。正々堂々叩き潰してやるだけだ。じゃあもうちょっと戦術を考えようよ。正面突破も立派な戦術だ。失敗するな。俺に任せろ。戦闘オタクに親の顔が見てみたいものじゃ。